こんにちは。今日も一緒に妊婦さんとエクササイズをしていきたいと思います。それではエクササイズの前に確認していきましょう。自分がエクササイズしてもいい妊婦さんかをお医者さんに確認いただいた方のみやっていきましょう。そしてエクササイズの最中に気分が悪くなったり、胸が苦しくなったり、あとは頭痛やめまい、などがあった時はすぐに休んでください。エクササイズ後に出血などがあった時も、まずはお医者さんに見ていただいてからもう一度始めていくようにしていきましょう。それでは大丈夫な方は一緒にやっていきましょう。今日はお尻をヒップアップさせていきたいと思います。それでは四つん這いになったところからやっていきます。はい、じゃあこんな感じで四つん這いになりましょう。はい、じゃあ今日は足を後ろに伸ばしていきます。こんな感じ。 OK。 そしたら膝をピーンと伸ばせるところで、伸ばしたまま上にグッと上げてみて、上げる高さは頑張って上げなくても大丈夫。膝をまずはピーンと伸ばしてみて、そう、少しずつ上げ下げしていきます。いいよ。じゃあ10回いくよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 そしたら上げたまま横に持ってきて、ポン、床に置きます。もう一度床から起こして後ろに行って戻す。はい、もう一度横まで行ったらポン、戻してポン。はい、繰り返すよ。1、2、3、4。できるだけ足の高さはお尻の高さをキープしたまま移動してみて、あと5回いくよ。1、2、3、4、頑張って。3、4、ラスト5。OK。 そしたら反対いきます。じゃあ反対やるときはこんな感じで、私見やすいように反対側向きます。はい、じゃあぐーっと伸ばして、はい、膝ピーンと伸ばしたまま上に上げる。できるだけ膝を伸びるように意識してみて。はい、10回上げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 はい、その高さキープしたまま横に、床にタッチしたら戻す。ふう、そうそうそう、いいよ、その感じできてるよ。こっから10回いきます。ふう、1、2。で、手首が痛くなってきたら私みたいに手の甲でついてみてもいいかも。指を床につけるような感じで手首を立ててつきます。できるだけ足はお尻の高さをキープして、6、7、いいよ、頑張って、8、効いてるね、9、10、OK。 うん、いいですよ、そんな感じ。そしたら今度はもう一度反対側やるの、反対向きます。ハートを書いていきたいと思います。足を片足まっすぐ伸ばしたまま、このつま先で
ハートを描きます。どっち回しでも大丈夫。はじめやりやすい方でハートを描いてみて、小さなハートをたくさん描きましょう。はい、じゃあ10個描いていきます。1 2 3 4 5 6、頑張って。7 8 9 10、反対回しにハートを描いてみて、4 5 6、頑張って。7 8、膝はできるだけ伸ばしてね。はい、 OK。 うん、いいよ、うん、上手に描けたと思う。ピリピリきてるね。はい、そしたら反対側いきます。まず足をまっすぐ伸ばして、どっち回しでも大丈夫。小さなハートを描いてみましょう。よいしょ。2 3 4 5 6 7 8 9 10、いいよ。反対に書いていきましょう。3 4 5 6 7、頑張って。8 9 10、 OK。 うん、いいよいいよ、上手に描けた。そしたら今度は横に寝ていきましょう。横向きになっちゃってください。 OK。 そしたら下の足はくの字で軽く曲げておいてください。はい、じゃあ上の足をまっすぐ前に持ってきます。股関節90度にして OK。 はい、そしたらこの足そのまままっすぐ伸ばしたまま上に上げてきます。下ろしたら膝を曲げる。うん、いいよ。まっすぐ伸びている時にお尻結構張りますよね。はい、じゃあもう一度伸ばして上に上げる。はい、曲げる。 OK。 もう一度上に上げて曲げる。はい、じゃあ一緒に10回いきます。1 2、下ろすときはバタンと下ろさずゆっくり下ろしてみて、3 4 5、気持ちいいね。6 7、いいよ。8 9、あと1回。10 OK。 うん、そしたら今度は股関節90度、膝90度の感じ、椅子に座ってるような状態になります。 OK。 そしたらこのまま上の足をパカッと開いて、そう、膝90度、股関節90度のまま、はい、これを伸ばす。はい、曲げて閉じる。もう一度、そうそうそう、これも一緒に10回やっていきましょう。1 2、お尻効いてるね。3、いいよ、綺麗にやってみて。下ろすときもバタンと下ろさず、ゆっくりと通ってきた軌道を通るように戻してみて。はい、ラスト3回。1 2 3、 OK。 うん、いいよ。そしたら反対側をやって終わりにしましょう。まず横向きに寝ます。
はい、下の足は楽にして上の足を股関節90度でまっすぐ前に、はい、上に上げて下ろす。そしたら膝を曲げる。もう一度上げるときはまっすぐ伸ばしたまま、そうそうそう、いいよ、効いてきてるね。はい、じゃあこれも10回いきます。1、ふう、2、頑張って、3、4、5、6、7、8、あと2回、9、ふう、ラスト、10、OK。そしたら横にしている足を股関節90度、膝90度、はい、パカッと上げて、この状態のまま上げます。 OK。 そしたら膝を伸ばす。もう一度曲げて戻す。そうそう、戻すときはバタンと倒さずに優しくゆっくりと閉じてあげて。はい、じゃあこれラスト10回よ、頑張ろう。ふう、1、2、3、うん、効いてるね、いいよ、その調子。4、5、6、7、8、ラスト2回、9、10、OK。 うん、そしたらゆっくりと上体を起こしてあぐらをかいていきましょう。 OK、 お疲れ様でした。それでは大きな深呼吸をしていきます。もう一度、お疲れ様でした。それでは明日は少しメディテーションの日にしていきたいと思います。また明日もよろしくお願いします。お疲れ様でした。